天保義父は福岡県出身のプロ野球選手。報告商業から1942年に阪急へ入団。1943年5月2日の台イ海戦でノーヒットノーランを記録。同年のシーズンでは11勝を挙げ、防御率2.01でリーグ8位に入った。しかし、1944年に、 工場での勤労奉仕の作業中に製材用の歯車に巻き込まれ、右手中指と薬指、左手の人差し指と中指の計4本の指の先端を欠損してしまった。この状況の中で戦後プロ野球に復帰するが、指先の欠損により、カーブが切れを失ってしまったため、海外の情報が乏しい中で独自に、ナックルボールの習得を決意。 本に書いてある通りに玉を握り、戦後の住宅事情が悪い中、自宅の押し入れに布団を積み重ね、2から3メートルのところから布団めがけて、全力投球する練習を繰り返す。皮膚を縫い合わせた中指の指先からの出血で、投球を当て続けた自宅の布団が赤く染まるほどに、練習し、指先の欠損という致命的なハンデキャップを乗り越えて、 ナックルボールを習得して、9回復帰を果たした。1946年から5年連続2桁勝利を挙げ、戦後から両リーグ分立前後にかけて、野口次郎、今西レンタローらと共に、阪急の主戦投手を務めた。中でも、1948年は19勝22敗、防御率2.33、1949年には、 自己最高の24勝を挙げたが、このうち7勝を巨人から挙げるなど、1948年から1949年にかけて当時新記録となる、対巨人戦8連勝を達成、巨人キラーとして名を馳せた。天保自身、私がナックルを投げると、青田昇る、川上哲二というすごい連中が、くるくると空振りをしてくれるんです。 気持ちよかったねと回想している。当時、野球好きの女性から人気のある選手の一人で、1948年に、デイリースポーツが掲載した、女性野球ファンによる、座談会に、真田十三と共に登場している。セ・パ両リ,リーグに分立した1950年も18勝と、チームの勝ち頭となるが、24敗。 防御率3.68に終わると、以降は1951年は9勝、1952年は4勝と、年々成績が下降する。1953年は規定投球回未満ながら11勝、防御率2.19と復活するが、以降は4年間で1勝のみに止まり、1957年、限りで引退。その後、 1986年に体調不良で退団するまで30年近くの長きに渡って阪急のコーチを務める。主に若手を指導し、その情熱ぶりは有名だった。阪急退団後はリトルブレーブスというチームで小中学生の野球指導に当たった。1999年12月30日に廃棄種の試し去、75歳没。 ナックルボールが武器だったため、忍者投法と言われて、技巧派の印象があるが、一度スコアボードの方を、向いてから、バネ仕掛けのようにフォームにくるっと振り返って投げる、後の野も秀を思わせる全身を使ったダイナミックな、投球フォームも特徴だった。全力投球により、しばしば被っている帽子が飛んでしまい、球団に残っている天保のピッチングの写真にも、一つとして、 帽子をまともに覆っているものがなかった。通常のナックルボールは、人差し指、中指、薬指の3本の指を立てて投げるが、店舗は、先端が欠損した薬指は使わず、人差し指と中指の2本指のみを使用した。もともと請球が難しいナックルを2本指で使いこなすために、必死で練習したという。 長井正義著人物阪急球,球団史では、阪急の球団史を語る上において、最も阪急を愛し、最も阪急のために尽くし、最もその功績を称えられるべき人と書かれている。1988年に阪急がオリエントリースに買収された際、店舗はブレーブスが身売りと聞いて感無量でした。でも、ブレーブス魂は生きている。 それが私の支えですと語っていた。ありがとうございます。